北海道各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探す&サウナ。本日はすすきののサウナへ、リニューアルの現場に潜入します。奥の方にありました。親方、今日なんかここのサウナがリニューアルしてるって聞いて。そう、ロウリュできるストーブに変えたのよ。おお。それでサウナストーンを今日入れ込まなきゃいけなくて、はい、ヒーターの周りに石があることによって石が温まって周りが温かくなる感じなんだね。へえ。こういうのがね、はい、結局コツコツやってもさ、うん、早送りされんのよ、編集で。温まりました。よし、行きますか。じゃあ初ローリュー行きましょう。初ローリュー。うーん、おー、温かいね。あー、いい感じ。温かい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 。行きます。初セルフローリューをしっかり受け止めたら、続いては水風呂へ。まず一旦出て階段登ります。階段を登った先に待ち受けていたのが、すごい、急に開放感。お花を背負いながらこう整える。